24日午後8時過ぎの札幌。積雪は6センチを観測し、ササラ電車が初出動しました。掛けできたブラシで路面電車のレールの雪を勢いよく跳ね飛ばしていきます。道内は日本海側を中心に雪や風が強まっていて、札幌の積雪は25日午前0時で13センチとなっています。車の運転には最新の注意が必要です。 道内は25日が大荒れのピークとなり、予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートル、夕方までの24時間に降る雪の量は日本海側で50センチ、オホーツク海側で40センチの予想です。